あちゃんです。今日のあちゃんちのお昼ご飯は、昨日のパスタのポーチドサンド。ではいただきます。パスタとね、ハム、レタスが入ってんね。うんね、マヨだそうですけど、パスタのね、何度合うよね。今日はイタリア風焼きそばパンみたいな感じ。ね、日曜日でゆるっとそこそこかなと思っとってんけど、荷物もとにかなかんねんけど、日曜日避けようかなと思った。まあ多分そんなもん、まあ車も多くないからね。どっちも青木屋っていうコープにして初めての日曜日だから、多分あそこのとこ混むと思うしね。行ったら行ったで、青木屋と思ってたし、行ったら日曜炊けようかなと思って。もう、ずっとしようかもしれない。朝からね、予報では今日暑いはずやったのに、天気変わって、雨降って、寒いのに、17度しかないのよ。17度しかないからね。昨日はね、30度近く、28度ぐらいあったよね。もう10度ぐらい温度下がってるから、寒い。もう体感戻ったけどね、早く寒かったよ。もう慣れてきた、人間の適応能力すごいな。ね、ロピアのウィンナーうまい、やっぱりね、タイミングが合わないな、買えへんね。まあ発売の時間があって、開店と同時に売り切れるみたいなパンやから、結構ねそれにかな、買われへんから久々に買えたんよ。あ、パンが美味しい、安いねこれ。
安いんだけど美味しいね。このパンね、全く同じものがスーパーとかコープ、生協とかでも売られていて、結構全国に出回ってるみたいね。だそれに出回ったやつを直販してるみたいだけどね。だいたいお店で売ってる時は倍以上の値段で売ってる、それぐらい値段で買えるんだよ、直販所で。安いんよ。1本でね、3斤じゃなくて4斤、3.5 から4斤分ぐらい、普通の3斤より長いのよ。で、200円やね、直販所で。で、あんちゃん最初安物のパンやと思ってた。で、話に、同じパンが、生協とかで売ってて、で、売んねんけどもね、それがね、250円か280円かぐらいする、ね。普通スーパーとかでも、置かれてんねん、このブランドになってて、ね、それが直売以上なんよ。だから 1.5 半分で200いくらかするから、1本で500円近くで売ってんねん。褒めて200円ぐらいやっぱりね。ほらね、イーストフード使ってないとか、小麦は国産のみとかこだわってんねんね。だからめっちゃお得やしね。味もね、いいよ。で、サンドイッチ用のパンとか、で、トーストにパンとか、4種類か5種類か出てんね。めちゃくちゃ得やしね。なんか、お店してる人やと思うけど、5本とか10本とかで買っていく人も。そっちだね、家庭消費やから。今のシーズンやったらギリ2本。夏場2本買うたら、腐らしちゃう。某どこだ言わへんけどね、某食パンメーカーさんの1ヶ月ほっといてもカビ生えへんパンとかあるよ。そんなすぐカビ生える。だけ防腐剤も使ってね。だからまあいいかなと思って買ってみるね。なんちゅってもね、イーストフードとかでショートニングとか使ってね、の小麦粉は国産にこだわってるとかっていうのがまあありがたいかなと。あのピアノこだわりのウィンナー、もちろんグルテンとみんなの中では添加物が入ってるし、今回は完全無添加ではないけどもね、こういうお昼はマリアと申しない、美味しいね。このベーコンもね、ロピアのベーコン、美味しいね。おいしいね。ロピアもやし、ラムもやし、自家製のベーコンとかハムとか売ってんね、ちょっとね、いいかなって思うんだけどね、パン食べられるしな。そうですね、そうなっちゃうの。この辺で終わりにしたいと思います。
ということで、今日のあちゃんのお昼ご飯、ポーチドパスタさん、イタリアン風焼きそばパン、よかったよと思われたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたね、バイバイ。美味しかった。